DeNA 対ヤクルト始球式で投球するダチョウ倶楽部の上島竜兵、手前、撮影、滝沢哲郎、マイフレーム SRC イコール、プス、as.ik.impactad.jp、サーバー、サイトイコールボールドットニュース、エリアイコールレクタングルドット INNEWS、AAMSZ イコール 300X250、ENCJP イコール UTF8、ノレシゼスクローリングイコール、ノー、スペースイコール、0、スペースイコール、0、フレームボーダーイコール、0、マージンハイトイコール、0、マージンウスイコール、0、ウィズイコール、300、ハイトイコール、600、アラウトランスペアレンシーイコール、トゥルー、より大きいより小さい、バイフレームより大きいより小さい DNA さんの1ヤクルト、1日、横浜ダチョウ倶楽部が始球式を行った。4年連続の登場。ビールの売り子にふんした上島竜兵が、ドリンクいかがですか、とミツルおじして登場。マウンド上に集まると、誰が始球式をするかで、揉め始めた。ファンも加わって、どうぞ、と譲り合う定番ジャブを挟み、結局上島が投げることに。打者宮本、捕手中川で始球式は始まった。プロ根性の塊、上島は例年通りのコントロールでストライク投球。宮本もプロの自負を見せ、右翼線に打ち返した。上島は、始球式なのに、なんで打ち、返すんだ、と激怒し、言い争いながら二人の距離が詰まる。上島は最後、うっとりした顔で宮本の唇を奪った。ダチョウ倶楽部が誇る伝統芸能、喧嘩からの、キス、が見事に決まった。一塁ベンチから、昨年大役を務め上げた佐野がカットインだ。柔らかな感触が忘れられないのか、二人はいいムードになった。そこに中川がなぜか割って入り、二度目のキスが入った。安定したパフォーマンスを見せつけた三人は充実感いっぱいの様子。大きく手を振って引き上げた、いい球を投げられたと思いましたが、宮本選手に見事に打ち返されてしまいました。上島さんのキスを佐野選手、中川選手が奪い合うくだりは事前に聞いておらず、驚きました。野球は毎回アドリブの連続なので、今日のプレーにつなげて絶対勝ってほしいです。今年で4年連続の始球式ですが、今日は本当に会場全体が一体となっていて、ダチョウ倶楽部史上最多人数でのネタになりました。ベイスターズファンの皆さんはいつも温かく、一緒に盛り上がってくれて本当にありがたいです。今年はリーグ、CS、日本シリーズで優勝して日本一になってほしいです。その時は必ず応援に来ます。濃厚な始球式&キスと対照的に、人柄の滲んだ清々しいコメントで締めくくった。0円英会話、1日5分スマホ動画を見るだけで英語力に差が出。59歳、ヤクミツル大絶賛のサプリ、困惑するほど精神な朝、実は、家を売りました。27年前の家が3800万円。その理由とは、夫がまるで30代、40から50代男性の注文多数。スポンサード勝負の3年目、ブルオです。より小さい i フレーム src イコール、トゥス、as.ik.impactad.jp、サーバー、サイトイコールオーダー、エリアイコールパブ01、AAMSZ イコール 120X120OEN、CJP イコール UTF8、ノレシゼスクローリングイコール、ノー、スペースイコール、0、スペースイコール、0、フレームボーダーイコール、0、マージンハイトイコール、0、マージンウスイコール、0、ウィズイコール、120、ハイトイコール、120、アラウトランスペアレンシーイコール、トゥルー、より大きいより小さい、アイフレームより大きい関連キーワードで検索プロ野球ダチョウ倶楽部 DNA 上島竜兵。